こんにちは、ピカチュウ永井です。今日は潜みに習うという故事成語について1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。時は春秋戦国時代、正氏という非常に美しい方がいました。この方は心臓にちょっと病気を持っていて、たまに胸を押さえながら眉を潜めて村中をこう歩くという姿が見られました。しかしその姿も美しかったので村人たちは見とれていました。ある日、とても醜い人がその姿を真似て眉を潜めながら村中を歩きました。すると村の人たちは扉を閉めたり村から逃げ出したりしました。この人はこの眉を潜める姿が美しいということは分かっても、なぜ美しかったのかということまでは考えが至りませんでした。この故事から考えもなしにやたら人真似をすることを潜みに習うというようになりました。例えば、その言葉に込められた意味とか思いとか願いとか、そういうことを全く考えずに今でしょとか言っちゃう人は潜みに習ってるんじゃないかなと僕は思います。こんな感じで使います。以上、潜みに習うの説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して